2022年ラストですね。はい、放送早いもんで。本当だよね、1年あっという間、ね、もう年末ですよ。ラストということは、うん、例によってクリスマスの朗読劇です、ね、そうです、サンタクロースにちなんだ朗読劇、なんと新作ができました。楽しみ田中さんラジオ始めるー。